前日の月曜日はインコースの9ホール、そして火曜日は昼過ぎから18ホールを回った渋野ひな子は笑顔の絶えない調整となった。1番から練習ラウンドをスタートさせると9番のパー4。アゲンストの風が吹く中、手前ピンに対して141ヤードのセカンドショットを直接決めるショットインイーグル。前の組の選手から拍手を送られ両手を上げて答えた。 練習ラウンドということもあって、このホールのグリーンを狙うショットとしては、これが2回目のショットだったため、厳密にはイークルではない。とはいえ、開幕前の吉兆とも言える完璧なショットには、笑顔が弾ける。先週は、ショットが左に引っかかる場面や、一筋違いのパッティングに苦戦し、予選落ちを喫した。前日に続き、この日もスタンスの向きをチェックしながら、 丁寧にショットを放ち、グリーン周りのチェックを2本のウェッジで行い、傾斜が入り組むグリーン上でも入念に球を転がした。時折チームメンバーとふざけながら、リラックスムードの調整で課題となった部分をチェックしながらのラウンドは午後5時半まで続き、その後は練習グリーンで1.5メートルの距離を5分ほど確認し、キロに着いた。 大会前日の水曜日は朝からプロアマ戦でアウトの9ホールをプレイ予定。いい感じ、とショット後ともにつぶやく回数も多かったこの日の感触を結果につなげるべく、最終の仕上げに入る。渋野日向子と古江彩香は米ベテラン選手と同組ボランティアオブアメリカクラシック初日組み合わせ。3年ぶりの秋開催となったテキサスでの一戦は日本勢5人が出場する。 大会2年ぶり出場の畑岡奈紗は前週のウォルマート NW アーカンソー選手権でプレーオフで敗れたダニエルカン、米3勝のギャビー・ロペス、メキシコと予選ラウンドをプレイする。今季1勝の古江彩香は米7勝のアンジェラ・スタンフォードとナンナコレツマド戦。デンマークサソー、佐藤優かはカロリン・マソン、ドイツ、アンナリン、韓国と同組。 前週予選を中期した渋野ひな子はメジャー2勝のステイシー・ルイス、パジャレー・アナナル・カルン、タイと上原綾子はセリーヌ・エール・バン、フランスラとのグルーピングとなった日本勢の予選ラウンド組み合わせスタート時間。初日、格好は日本時間は10番スタート。7時53分、29日、21時53分、渋野ひな子、ステイシー・ルイス、パジャレー・アナナル・カルン、 馬場崎川崎春香、小関あやみゆら、今シーズン躍進する Z 世代、10代女子ゴルファーの強さの秘密とは、今年の全米女子アマゴルフ選手権を制した17歳の馬場崎が注目を浴びる一方で、国内女子ツアーでも、ここ最近10代女子の活躍が目立つ。 今年の3月に高校を卒業したばかりの彼女たちが、なぜいきなりツアーで優勝を飾ったり、優勝争いに絡めるのだろうか。まず、周囲を驚かせたのが、9月11日に開催された、日本女子プロ選手権、コニカミノルタ杯で優勝した、19歳の川崎春花だろう。今季は、一度もトップ10に入っていなかった選手が、いきなり国内メジャーを制したことで、一気に脚光を浴びた。 その翌週に開催された住友生命バイタリティレディス東海クラシックでは同じく19歳の尾関あやみゆがツアー初優勝を飾る。さらに翌週開催の宮城テレビハイダンロップ女子オープンではやはり19歳の武田玲王が優勝した山下美優に最後まで食らいつき自己最高位の2位タイに入った。 その他ステップアップツアーでは18歳の櫻井心菜が3勝を挙げて賞金女王レースを独走しているそれ以外にも優勝こそないものの安定した成績を残してメルセデスランキングで289月25日終了時点につけている佐藤慎傑も19歳だ渋野日向子や畑岡那佐美奈紗かつ南といった黄金世代以降 二十歳前後で活躍する選手が飛躍的に増えた。クラブやボールといった用具の進化もあるが、彼女たちを指導するコーチのレベルが高くなったことも見逃せない。先端のスイング理論を学んだコーチが、ジュニア時代から自分たちの教え子に、そのエッセンスを叩き込む。さらに、コースマネジメントやメンタルケア、トレーニングに関するアドバイスも提供。 選手によっては、スイング以外をフィジカルトレーナーやメンタルトレーナー、栄養士などの専門家がつく場合もある。いろんな意味で、一昔前よりも圧倒的に上達へのルートが確立されているのだ。また、ナショナルチームに入れば、15年10月からヘッドコーチに就任しているガレス・ジョーンズ氏のもと、データ解析などで自分のゴルフを見つめ直すことも可能だ。 実際、ジョーンズ氏が指導するようになり、男女共にアマでツアー優勝を飾ったり、プロ入りしてからすぐに活躍するようになった。異色なところでは、数年前から尾崎雅史や中島恒之といったレジェンドが、ジュニアゴルファーを指導するようになり、狭き門ではあるが、彼らの英才教育を受けることも可能になった。たとえ有名なコーチの指導を受けることができなくても、 YouTube や SNS によって彼らの理論を学ぶことができるし、海外のトッププロがどのようなスイングをしているのか、その動画をじっくりと見ることもできる。もちろん、選手自身の努力があってこその結果だが、指導する側にとっても、教え子が活躍することで、自分の指導に対する説得力や信頼度も上がる。教わる側も、先輩たちが若くして活躍する姿を目の当たりにするわけだから。 自分たちも頑張れればという意欲をかき立てられるそのような相乗効果もありこの数年間で一気に若手が上位に食い込むようになったただこれまで以上に今年は10代女子の活躍が目立つその大きな要因としてプロテストとクオリファイングトーナメント QT の制度が変わったことも影響しているように思える 19年度から開催年度の4月1日時点で満17歳の女子が受験できるようになった。要するに、高3で受験できるようになったため、プロテストに合格し、QT でも上位に行けば、高校を卒業した3月からすぐに試合に出場できるのだ。たとえ上位に行けなくても、ファイナル QT まで進めば、ステップアップツアーに出場できる。それ以前は高校を卒業した年に、 プロテストを受けていたため、早くても20歳を迎える年度がルーキーイヤーだったことを考えると、1年前倒しになった分、10代で活躍するチャンスを得たことになる。若い世代が台頭することに比例して、ツアーからフェードアウトする年齢も低くなっているだけに、早く活躍したい思いも選手にはあるだろう。どちらにしろ、今後も10代女子が国内女子ツアーで上位に来る傾向は続くのではないだろうか。 今週末に控える国内最高峰のトーナメント、日本女子オープンゴルフ選手権も、ニューヒロインたちの活躍に注目したい。分散性 A 生まれ、著者プロフィール平成元年、出版社に入社し、ゴルフ雑誌編集部所属となる、主にレッスン、観戦記などのトーナメントの取材を担当。2000年に独立し、米 PGA ツアー7年から再び国内男子、女子ツアーを中心に取材する。 現在はゴルフ雑誌、ネットを中心に寄稿する。